こんにちは、坂木町のキーナーと申します。私は34年前に東京に来た時、未だでも今思い出になってるのはアイスコーヒーでした。これ今ここの自然の巡られたところに自分で作りました。まあその時アメリカのアイスコーヒーっていうのは非常に薄いもので、味がまあ良くない、甘みがない、ボディがないということで、非常にまあ当時東京のどこの喫茶店に行っても割と美味しいものはその目の前に作ってもらって感心になりました。現在は自分でコーヒー豆、木豆を焙煎して自分でコーヒーを入れてる、こんなところです。ぜひ長野にいっぱいアイスコーヒーでもホットコーヒーでも飲みに来ませんか？待ってます。では。